チャーリー・ウィルソンズ王は2007年のアメリカ映画マイク・ニコルズ監督トム・ハンクス制作主演作品2003年に発売されベストセラーとなったジョージ・クライルによる同名のノンフィクションを原作としテキサス州選出の会議員チャールズ・ウィルソンが CIA の諜報員と共にソビエト連邦によるアフガニスタン侵攻に抵抗するムジャーヒディーンを援助する模様を描く 第65回ゴールデングローブ賞で作品賞を含む5部門第80回アカデミー賞ではフィリップ・シー・モア・ホフマンが助演男優賞にノミネートされたがいずれも受賞には至らなかった当初公開日は2007年12月25日と発表されていたが後に12月21日へ変更になった初週は全米とカナダの2575の劇場で 公開され、960万ドルを稼ぎ、工業ランキングで4位となった。最終的な工業収入は、全米とカナダの6670万ドルと、その他の国の5230万ドルを合わせ、1億1900万ドルとなった。批評家からは、好意的な意見が多数を占めた。ロッテントマト図では194件のレビュー中81%が本作を支持し、 平均点は7、10となった。メタクレッティックでは39のレビュー中高位的なものが33で、平均点は100点満点中69点だった。横下辺にドンマクリーンのアメリカンパイが使われているが、作中では使われていない。ありがとうございます。